失礼いたしました。ではそろそろ始めたいと思います。こちらのお部屋はですね、小児脳腫瘍のお部屋でございます。私は司会をさせていただきます、 NPO 法人キャンサーネットジャパンの古賀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、東京慈恵会医科大学附属病院の柳沢孝明先生にお越しいただいております。先生は多分ご存知の方がほとんどだと思いますので、プロフィールの方はよくご存知かなと思います。はい、皆さん受付の方はお済ましになられておりますよね。大丈夫ですね。はい、それではお時間も限られておりますので、早速先生の方からご講演を頂戴したいと思います。柳沢先生、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました、東京慈恵会医科大学の神経外科の柳沢と申します。本日はこのような機会にお話しする機会をいただきましたことを大変光栄に思います。キャンサーネットのジャパンの方々をはじめ皆様に感謝申し上げますし、この暑い中を朝一番でご参加の皆様にも感謝申し上げます。私は今ちょうど今日七夕が最終日を迎えます。この仙台の生まれ育ちで、こちらで医者としてもスタートいたしましたが、この後お話になられる楠木先生と同じように、子どものがんを専門にしようと思いまして、まず小児科医として出発いたしました。で、そうこうしている中でちょうど今日お話の中に出てまいりますが、ある時期に、ちょうどその、小児がんの中でも最もその治療の難しいと思われていた、脳腫瘍がこう大きく変わる時代に、海外で勤務する、機会を得まして、それ以来子どもの脳腫瘍を専門にする医師になりたいと考えるようになりまして、幸い実現して今日に至っております。本日は最初に、今日は小児脳腫瘍に対する治療の進化というタイトルをつけましたけれども、最初にその、小児の脳腫瘍では一体何が最も問題になっているのか、どのような困難があるのかということを最初にお話しいたします。その上で、こうした、治療上の困難を世界の医学がどのように、克服しながら、特にここ近年治療がどのように変わろうとしているのかということをお話しさせていただきたいと思います。この会場の中には今まさにお子さんが闘病していらっしゃる、方々もいらっしゃると思います。このスライドを出すとなんか故障したのかなというふうに思われるかと思いますが、そういう時にはこう真っ暗な感じの中で、何か皆様に希望を持っていただけるようなお話をしたいというふうに今日は願っております。その希望というのはその単なる楽観主義とは違う根拠のある希望ですね。それを皆様に最後に持っていただきたいというふうに願っておりますし、私たち自身がその非常に困難な病気と取り組むときにどこに希望を置いているのかということをお伝えできればというふうに思います。まず最初にチャレンジという言葉を挙げましたが、その言葉の定義というのはここにありますように、困難なことが分かっていても勇気を持って立ち向かうべき問題や課題と、それをチャレンジと言います。皆様ご存知の通り、これは最近の我が国の小児の年齢別シーンですけれども、非常に医学が進歩した現在もなお小児のがんは子どもの、その疾病による死因の主な原因となっております。その小児がんの治療は幸いにもこの20世紀の現代の医学の最大のそのサクセスストーリーの一つであるというふうに言われております。ここにありますように化学療法の導入によりまして、1945年には全く助かることのなかった急性リンパ性白血病は1995年、50年経ちまして、90% 以上の子が治癒を迎えるような時代になりました。これは最近20年の小児がんによる死亡率の曲線ですけれども、ご覧いただきますようにこの20年もなお年々死亡率は減少を続けております。こうしたその小児がんの中で大きな進歩ではあるけれども、まだまだやるべきことがたくさんあるというふうに言われる中で、筆頭に挙げられるのが小児の脳腫瘍です。小児の脳腫瘍はここにありますように、小児がんで最も多い固形腫瘍です。白血病に次いで多いがんです。で、それから、小児がんによる死因としては、残念ながら脳腫瘍がその最大の原因となっております。
さらに脳腫瘍は合併症や後遺症の最大の要因となっております。中枢神経系に発症する腫瘍でありながら、ここにありますように運動障害から言語障害やら成長障害やらさまざまな合併症後遺症がありまして、時には病気が治癒してもこれらの後遺症を抱えながら患者さんたちは生きていかなければなりません。こういう状況の中で我々の願いといいますか祈りは、一人でも多くの命を救うこと、救命と、それからもう一つはその合併症後遺症を最小限にすることにあります。そうした目標達成を妨げる要因として、まず第一に挙げられますのは、小児脳腫瘍がここにありますように乳がんの1/100、それから希少がんであるといわれる成人脳腫瘍の1/10の頻度である、そういう希少がんであるということが挙げられます。さらに希少がんでありながら、その全体が100種類を超える腫瘍から構成されております。この腫瘍による違いに加え、どこから発症するかという発症部位、それから何歳で病気が出てくるかというその発症年齢によって治療を大きく変えなければならない、場合によっては診断方法も変えなければならないということで、非常に複雑になってくるということが挙げられます。脳腫瘍に対する治療も、これらの3つ、手術、化学療法、放射線治療を組み合わせた集学的治療が行われますけれども、皆様よくご存知の通り、手術の技術も、放射線治療の技術も大変進歩しておりますけれども、子どもには一つ大きな問題があります。それは、子どもたちがその治療の時期に、まさにこう神経系の発達時期にありまして、例えばその小脳の腫瘍、小脳の手術一つが非常に大きな、認知機能障害をもたらすというような事情があります。後にお話しいたします髄芽腫という病気は、ちょうどこのスライド、下のスライドに何かこう白くポツポツと映っているのが見えると思いますが、診断時から非常に転移の多い腫瘍です。でこの腫瘍に対しましては、全脳脊髄照射という中枢神経全体に放射線を当てる治療が非常に有効でありますけれども、3歳未満の患者さんがこの治療を受けた場合には、ちょうどその赤の線に IQ の年々の変化を書いておりますけれども、毎年毎年あの IQ が落ちていくような、そういう人生になってしまいます。とてもその全脳脊髄照射を使うことができません。このようにその様々な現代の発達した治療方法をそのまま採用できないような、そういう制限があるということがあります。今お話ししましたように、希少疾患であり成人と同じような臨床試験を行って治療法を開発するのが容易でないこと、それから、まあ、非常にその壊れやすい脳でありまして治療による障害が大きいこと、さらにあのお話ししましたようにたくさんの希少がんから構成されておりまして、さらに年齢部位によって使い分けが必要だと、こういうその治療の状況からすると内々尽くしのような制限の多い状況にありますが、実はその脳腫瘍治療はこの20年をとりましても大きく進歩しておりますし、最近10年の変化を見ても以前にも増して大きく変化、あるいはその進化を遂げております。その進化をもたらした要因としましては、希少がんである小児がんをある施設に集めてセンター化をして、貴重なその希少な腫瘍の経験を蓄積したということ、それからそうしたセンターを結びつけるような形で臨床試験が行われたこと、さらにもう一つ重要なこととして、長期フォローアップ、患者さんが病気が治った後に長く追いかけている、どのような人生を送られているか、長く追いかけていく中での知見が臨床に還元されてきたということがあります。さらに最近では実験室から臨床へというその基礎研究が臨床応用ということがかなり現実的になってきました。こういうセンター化の必要性は明らかでありますけれども、日本の現状はどうかといいますと、実はその最も病気の集中する大学病院でも髄芽腫の経験年齢数というのは2年に1例というような状況でした。これでいいのかと皆様は思いますが、これでは良くないと言って手を挙げたのが我々だと思ってください。
そういう中でまずその小児脳腫瘍の診断について簡単にちょっとお話しいたしておりますが、おきますが、まずはその一つ特徴は一般的な疾患と最初の症状は区別がつきにくいということです。したがって最初から脳腫瘍だと診断するのは非常に困難だということです。脳腫瘍の症状にはこのような頭痛、嘔気、嘔吐とか、こういったいろいろな症状がありますが、実はこれらの症状は脳腫瘍以外の原因のものの方がほとんどです。皆様ご存知の通り、最近では CT に始まりまして PET っていうようなその検査まで診断技術は非常に向上いたしましたけれども、実はこのようなその機器の登場後も発症から診断までの時間は短縮していないということが明らかにされています。一番肝心なのは最初に症状が出てから脳腫瘍である可能性を疑って検査をするまでの時間で、実はここに診断までの時間が左右されております。でそうした発症から診断までの時間は悪性度の高いものほど短いと、だから悪性度の高いものの方が最初に症状が出てから脳腫瘍と分かるまでの時間が短いというやや逆説的なところがあるんですね。で良性のものの方が年単位のようなその時間がかかって診断に至る場合があります。大人の腫瘍の場合には早く診断をつけて早く治療をという頭がありますが、後で話題にするこの髄芽腫は転移のある人たち、右側は転移のある人たちの診断までの時間ですけれども、その方が時間が短いというそういう状態になります。ですから早期診断、早期発見というのはなかなか難しいと。とはいうものの、実際にはその発症から治療開始までというのはこのようなさまざまな段階を遂げますから、脳腫瘍を疑うまでの時間はなかなか短くならないけれども、その後を短くする努力というのは努力の余地があります。ちょうど英国ではこのヘッドスマートというプロジェクトが10年近く前にスタートいたしまして、このようなガイドラインの診断のガイドラインの作成をしましたり、一般への啓蒙プログラムを作りまして、その結果診断までの時間が約半分に縮まったというご報告もあります。ですからもちろんのこと、我々医療者の側は診断を早くする、治療までの時間を早くするという努力は必要ですが、ご家族である皆様に知ってていただきたいのは、その発症から、その診断に至るまでのことを振り返って自分を責めないでいただきたいというふうに願います。特に皆様は時にはなぜこうなったのかということをお考えになると思いますが、実は原因を求めても明らかなものというのはありません。それからなぜなってしまったのかという理由を求めることがありますが、非常に哲学的な疑問でありまして答えはないと。で、あとは自分を責めないでほしいと、責めるべき理由がないからです。ですから、後ろを振り返らず、とにかく前を向いて治療の方に向かっていっていただきたいというふうに思います。そうした、このような制限の多い、脳腫瘍の治療がどのように進歩を遂げているかということを次にお話しいたしますが、その最初の病気として髄芽腫という病気を取り上げさせていただきます。髄芽腫はこの小脳、この星のついているところが小脳ですが、小脳から発症する腫瘍で、この脳幹部と小脳の間のところ、第四脳室といわれるところにこの腫瘍が張り出してまいりまして、ちょうど髄液の流れを止めるようにして水頭症を起こして発症いたします。病気の特徴は診断がついた時点から 40% 以上で転移があるという、そういう非常に悪性度の高い腫瘍だということです。この治療の進歩なのですが、実はまずはその悪性の脳腫瘍がそもそも摘出されたという報告が出たのはいつかといいますと、1885年イギリスからの報告です。まだまだその CT も何もないような時代に、ピタリと腫瘍の位置を当てて、そこに穴を開けて、頭蓋骨に穴を開けて腫瘍を無事に取り出したという報告が、明治18年1885年の報告です。ここからその腫瘍の摘出が始まるんですが、この髄芽腫の治療の進歩というのは約100年の歴史でこのような変化を遂げております。
一番下には、赤いこう線が皆さんのところに見えると思いますが、これは手術死亡率と書いてありますが、ちょうどその1900年代の初め頃には手術中にもう死亡してしまうということが3割以上あったという状況なんですね。でそれがガクンと下がってくるのはいつかと言いますと、比較的最近だというのは皆さんご覧いただくと分かると思いますが、ここにそのさまざまな放射線治療、化学療法が加わって、この5年生存率、10年生存率は皆様から見てよくお分かりになるようにぐわっとこう伸びてきたわけですね。でまずその始まりを作ったのは1919年に非常に有名な脳外科医であります、クッシングという先生が、手術中にこの右側にスケッチがありますけれども、腫瘍がこうポツポツと飛んでいる様子に気づいて、手術後に放射線治療を行えば状況が変わるのではないか、変わるのではないかということを提案したというのが始まりだと言われます。そしてその成果が1926年にようやく報告になりますが、この時の状況というのは、それまで手術後間もなく亡くなったり、あるいは1年内に亡くなっていた子どもたちがようやく1年から3年生きられるようになったという報告です。この状況を大きく変えるのは1948年、また随分時間が経ったところで、アメリカのパターソンという医師が中枢神経全体に再発や破傷を予防するために照射をすべきだと主張しまして、ここからようやく助かる子どもたちが出てまいりました。で化学療法はいつ登場するのかというと、ようやく、1975年のことです。これまでの間に、髄芽腫で、化学療法の試みが行われまして、いろいろな化学療法剤が腫瘍を小さくするということが確かめました。でそこで、従来の放射線だけの治療に、ここにありますように化学療法を加えるということで、生存率を伸ばすことができないかというランダム化試験が行われました。放射線治療単独と放射線治療プラス化学療法ですね。で当然そのこの試験を企画した人は、ここにありますように化学療法を加えた方がいいだろうと、まあ、かなり強い確信を持ってスタートいたしています。でこれは、3年経った時のその報告ですけれども、このように化学療法群が一見いいように見えたんですが、長く追いかけていったら10年経ったら両方変わらないという、がっかりするような結果でした。しかしながらこの、臨床試験をよくその分析いたしますと、病気の中に治りやすいものと治りにくいものを区別することができました。この標準リスク群という手術でほとんど腫瘍が取れて、しかも、最初に転移のない患者さんたちはよく治ると、それに対してこの高リスク群、腫瘍が残ったり最初から転移のある人たちは治りにくいということで2群に分けられると。そして先ほどのその一見失敗した化学療法の話ですけれども、この高リスク群の患者さんたちに対しては化学療法を加えると生存率が向上するということが確かめられました。で以後この2つに分けて病気の治療を行うということが行われるようになりました。この標準リスク群というのは治りやすい方の患者さんたちですから、実は それまでの36グレー近く その全脳脊髄症者というのはかなりの認知機能や内分泌機能障害をもたらしますので、これを減らそうという臨床試験が最初に行われました。今から思うと非常に勇気のある臨床試験で、単純に放射線全脳脊髄線量を 23.4 に下げた群と、そのまま元の群の2つに分けてランダム化試験が行われて、その結果、単純に 23.4 まで下げるのは無理だと、この下げた群は、早期に再発して、しかもその強化照射や以外から再発するので単純に下げることはできないということが分かりました。そこで何が行われたかといいますと、標準リスク群の患者さんたちに対して単純に 23.4 に下げるのではなくて、放射線治療後に化学療法を加えることで、生存率を下げずに、放射線量を下げることができないかという試みが始まりました。でその結果最終的には2006年には 23.4 グレーまで全脳脊髄照射を落として、
生存率が 81% と、むしろ今までの放射線治療単独よりも高い生存率が達成されました。ここにはこの標準リスク群の生存率の変化を書いておりますけれども、このようにその10年ごとに時間をかけて階段を上るようにして生存率が向上してきました。で、一方高リスク群の患者さんたちに対しましては、それまでの単純なその術後の放射線治療ではどうもこの状況は打開できないということで、最初に造血幹細胞を採取いたしておきまして、放射線治療後に大量化学療法を繰り返すという治療が行われました。まずその心はというか、その意図は、一つはこのような幹細胞を採取しておいて治療をいたしますと、強力な治療をかなり短期間に集中して治療することができます。上は従来の形のその治療の期間で、下はこの新しい試みの治療の期間です。さらに実際には腸神経毒性のあるお薬や末梢神経障害のある薬を治療全体としては半分以下に減らすという、そういう意図を持っておりましたが、この治療が成功を収めまして、2006年のこの報告された治療ではハイリスク群、高リスク群の患者さんたちのその生存率も7割を超えるに至りました。その中で先ほど放射線治療が最もその大きな障害をもたらす赤ちゃんたちの髄芽腫はどうだったかといいますと、最初は3歳まで化学療法を続けて放射線治療を受けていただこうという試みが行われましたけれども、これはその化学療法中の再発が多くて無理だということが最初に分かりました。その後さまざまな試みが行われましたが、そのうちの一つのこのドイツの治療は脳室内に抗がん剤を注入するという治療を全身化学療法と組み合わせることによりまして、ここにありますように髄芽腫のうちの一つのタイプのデスモプラスティックノジュラータイプについてはほとんどの子どもたちを放射線治療なしで救うことができるということが分かりまして、この追試験では生存率が 90% を超えるようになりました。このような状況ですけれども、70%、80%、90% ということはやはり再発をする子があるということですね。そういう中で最近この分子生物学的な研究が非常に大きな進歩を遂げておりまして、さまざまな遺伝子異常の変異によってこの腫瘍が4つのグループに分けられるということが分かってまいりました。でしかもその遺伝子変異による分類がよりよくその病気の予後を占うことができるということが分かりまして、これが臨床試験に取り入れられようとしておりますし、さまざまな分子異常を標的にした薬剤が今導入されようとしております。こういう進歩の中で果たして子どもたちの QOL はどうなったのかということですが、実は 23.4 まで減らしてもまださまざまな障害が問題になる。そのためにさらにこの QOL の向上に向かった試みが今も続いております。一つはここにありますように、強化照射野をさらに狭くするという試みが行われて成功いたしました。この照射を狭くしますと何が違うかといいますと、この学習とかに最もその重要な役割を果たす海馬への照射線量が大きく減ってきます。このことによって、ようやく2014年に発表されましたこの、照射を狭くするという試みで、IQ が下がらない人生が達成されるに至りました。でさらに、ここからもう一歩今世界は進もうといたしておりまして、その照射を受けた脳の再生というような、あるいは機能回復というような研究が今進んでおります。全脳照射を受けた18人の子どもを2群にランダム化しまして、運動群はエアロビクスを、それから対象群は、ウェイトリフトをやっていただいた。それを1週間3回3ヶ月間受けたところ、その介入の後にエアロビクス群では海馬の体積が増えたというのがこのように出ております。でしかも、運動の介入が終わった後も海馬の体積は増え続けて正常に近い状態になっている。しかもこの後に実際の認知機能のその回復ということも確かめられるようになっております。
したがって今までの障害を減らすための治療の軽減という試みとともに、障害を受けた子どものその機能の回復といったものに向けても今世界は努力を続けているという状態です。時間厳守というのがありますので、今度は少し早くいきますが、今度は全く病気が変わります。低悪性度神経膠腫という病気ですが、これはどこにでも出てくるというのが特徴です。ここにありますように、脳幹部、この一番、左の上の写真は脳幹部に低悪性度神経膠腫が出たものですが、脊髄にも出たりということで、この治療の基本というのは取ることができれば低悪性度というお名前なので、治癒が可能だと。しかし最近では部分切除でも治癒可能な場合があるということが分かってまいりました。そのために、切除によって何か機能が障害されるならば、あえて部分切除にとどめるというようなことが行われます。一方、先ほど見ていただきました脳幹やこのような深部の腫瘍、それから脊髄の腫瘍、脳幹部の腫瘍はとてもその切除することにはできません。そういった場合、かつてのその治療は、放射線治療でしたけれども、ここにありますように、二次眼悪性転化とか血管障害とか様々な、合併症が後から出てくるということが分かりまして、そのために、化学療法の導入が始まりました。最初は小さな子から始まって、先ほどと同じように3歳まで時間を延ばそうという形で治療が始まりましたが、その後その化学療法の効果が確かめられまして、どん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 とその治療の適用が拡大しております。そういう中で、例えばこの脳幹部の患者さんは化学療法に対する反応が非常に良くて、それだけで落ち着くというような場合があります。子どもたちは実際はどのような治療を受けておられるかといいますと、1年半近くの化学療法、毎週1回の治療を受けて、ずっと頑張っておられますが、問題は半数以上がまた病気が動き出して、治療が必要になるということです。このもう一度病気が動き出した時もまた化学療法を受けるというような、そういう今は状況にありますが、現在最近その発表されましたこのようなマネージメントでの、この低悪性度神経膠腫の患者さんの生存率は90% を超えるに至りました。しかしながら、化学療法でその機能はどうかといいますと、例えばこの、視神経膠腫の視機能は改善するのは約3分の1で、まだまだその課題があります。こうした中で、この病気に対しても、分子生物学の、成果が導入され始めまして、約6脇に、BRAF という遺伝子の異常があるということが明らかにされまして、さまざまな分子標的薬の候補が上がってまいりました。実際にその分子生物薬のその治療が行われて、単に腫瘍の縮小のみではなくて視野も回復するというような報告が出始めました。さらに先ほどと同じように、一度落ちてしまったその機能をもう一度回復させようというような試みが最近その行われて、その成果が報告されています。最後にもう一つだけ簡単に病気をお話しいたしますが、脳幹部腫瘍という脳幹部グリオーマという病気があります。これは先ほど出てまいりました低悪性度神経膠腫が脳幹部に出てくるというその病気と比べて非常に逆に頻度の多いものですけれども、この病気は今まで聞いていただきました、医学の成果がほとんど、治療に反映していない、そういう病気です。放射線治療、化学療法、分子標的薬、さまざまな治療がこれまで行われてまいりましたけれども、1年以内に放射線治療後にほとんどの子どもが病気が再発いたしまして、その後は有効な治療がないと。したがってその大切な時間をどのように過ごしていただくかということが問題になるような病気ですが、この病気に対しても世界は黙って寝ているわけではありませんで、国際登録研究が始まりました。一つは非常に例外的な生存者の特徴を見つけようとか、場合によってはその、きちんとこの病気に適した緩和医療の方法を見つけようとか、さまざまな目的が持たれておりますが、世界の症例をすべてデータを集めて何か新しいものを見出そうと。それからもう一つの試みといたしましては、この病気そのものには生検は不要だとされるんですけれども、この打開のためにあえて最初に生検をして、網羅的な遺伝子解析を行い、
その腫瘍の異常を見つけて、さらに薬剤スクリーニングを行って新しい治療を見出そうという、そういう試みです。これまでが腫瘍のそのお話ですが、最後にこれまでの今日お聞きいただきましたその治療の進歩といいますか進化を聞いていただきますと、きっと皆様は例えば今このような状況にある時もやはりどこからかその光あれというそういう声が来て、やはりこのようにそのある日その不可能が可能になる日が来るということをその今までの歴史の歩みの中に見ていただけると思います。私たち自身もこの何年かの例えば私個人のその経験の中でもやはり今まで治すことのできなかった病気が治すことができるようになるということを経験しております。以上その今ご覧いただきましたように、まずはその小児の脳腫瘍の、進歩のためには専門化しそこに専門家が必要で、その中で行われてきたその集学的治療と多職種チームアプローチの中で今ご覧いただきましたように生存率と QOL の向上は達成されてまいりました。で本日は時間がなくてお話ができませんが、もう一つその病気が治った時に子どもたちが成人に至るまであるいはその一生の間そのどういうような人生を送ったかを見届けて、場合によっては支援をするようなそういう支援体制が必要です。そのために、私どもはなんとか小児の脳腫瘍センターとなるように毎日、努力を続けておりますし皆様のお役に立ちたいというふうに願っております。どうか今いろいろな困難さの真っ只中に おられる方にお伝えしたいと思いますけれども、皆様のその今日の治療は過去のその患者さん、子どもたちや、ご家族がその経験してきたさまざまな、苦しみや苦労や辛いこと、それから過去のいろいろなその医学の進歩の後に皆様のその今日があるということを今日はお分かりいただけたと思いますが、皆様の毎日のご努力自体が皆様のその局面を切り開くと同時に未来の子どもたちやご家族に対して必ず貢献するんだということをどうぞ心に留めていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。柳先生どうもありがとうございました。そうしましたら先生、先ほど子どもたち の、そのどういうふうにして彼らが生きていくかということで何でしょう、フォローっていうんでしょうか、その話をちょっと先生に少し15分ほどお聞かせいただけたらなと思います。ありがとうございます。その先ほどお話しいたしましたように小児の脳腫は本当にいまだに治療の難しい病気からかなりもう治癒は、可能になってQOL を重視したそういう病気まで非常に大きな幅があります。でその治療の後に時にはその全く後遺症なく治るような場合もありますけれども、例えば内分泌障害の問題とか場合によってはまだ先ほどの髄芽腫のように認知機能の問題やらさまざまな問題を抱えて病気が治っていく場合もあります。そのような場合にまず一つはその病気特有のそのいろいろな問題をよく理解してよく理解した人間がその様々な問題をどういうふうにするのかという手配をするということが非常に重要な場合があります。どこの病院に例えば皆さんがいらっしゃいましても、例えば小児の小児科を受診された時には小児の内分泌の先生はいらっしゃるでしょうし、例えば小児の神経の先生はいらっしゃると思いますが、やはり同じ例えばその内分泌障害の場合でもある病気を経験した後のその内分泌障害がどういうものなのかとかどのような形で、フォローしていけばいいのか治療していけばいいのかということはやはりその疾患特有の専門性というのがありますね。ですからそういったものをかなり意識した、そういうフォローアップが体制だという体制が必要だというふうに考えております。そうしたその身体的な問題の他にも、例えば社会的な問題といたしまして、特にその子どもたちの場合には例えばその長期の入院の後に元通っていただいてた、学校に戻っていく復学の問題というようなものがあります。そのような場合に、受け止めていただく側のその学校の先生方というのはいろんなその感じ方をされますね。中には極端な先生たちはもう脳腫瘍で戻っていくっていうだけで
何か戻ってきたらすぐ暴れるんじゃないかとかですね、そういうふうに思われる先生もあります。最初にご連絡をいただきますと、急に電話で、今のところまだ暴れてませんとかおっしゃるような先生もいらっしゃいます。で、一方逆にその治療中 その子どもたちの苦労をいろいろその想像されて、わざわざ復学にあたって病院まで来てくださって、いろいろな情報を集めて学校に戻っていかれるような、そういう状況もありますが、やはり大変なその苦労をして病気を克服して、学校に戻っていっていただくというときに、治療直後の子どもたちの状態を、できるだけ正確にお伝えして、時には学校の先生に特別なご配慮が必要な場合には、それをきちんとお伝えして、復学していただけるような、そういう部分も重要だと思います。ですからやはりその点でも専門施設といいますのは、単に治療の部分だけではなくて、治療が終わった後の、そういうような身体的なフォロー、それから、社会的なフォロー、場合によっては心理的なフォローに関しても、専門性というものが必要だと思います。そうした、状況が、やはり実現するためには、たくさんの患者さんたちにおいでいただいてて、施設の中で各分野 その専門家が、そうした患者さんたちの苦しい状況をよく理解しながら、診療ができる状況になっていくことが必要ですし、また皆様 その長い長い、その後の人生をきちんと見せていただくことが、最終的にある治療がどうだったかということ の本当の評価になるというのがあります。先ほど強調いたしませんでしたけれども、低悪性度神経膠腫は放射線治療から化学療法に変わったってお伝えしましたね。で、放射線治療で非常に高い生存率が達成されて、なお、認知機能もある程度 その状態で達成はされたんですが、しかしながらそれをきちんと長く追いかけていただく、いく中で、これでは不十分だということが明らかにされて、それがきちんと臨床に還元してきたというのがあります。ですから、長期フォローアップというのは、今お聞きいただきました、治療中のそのことと同じか、場合によってはそれ以上にその重要な部分があるということです。ありがとうございます。先生、お子さんが病気されていると、その院内でどのくらい勉強ができるんだろうかという問題もあるかと思うんですが、その院内学級などの設備というのはどう整っているんでしょうか。はい、今は皆様はご存知だと思いますが、主な小児がんの治療をする施設であれば、ほとんどの場合院内学級が設置されていますね。それで場合によっては常駐の先生がいらっしゃる形で、場合によっては地域 その特別支援学校の先生が訪問学級という形で、学校に病院に来てくださって授業が受けられるというのがありますが、治療中に本来年齢相応の、可能な限り その社会的な生活が確保されるというのも非常に重要なことだと思います。子どもたちは治療の真っ只中にいますけれども、同時に年齢相応 その成長をできるだけ続けていくという、そういう重要な役割もありまして、子どもの社会生活という中で、やはり最も重要なのは学校でありまして、院内学級やら訪問学級によって授業を受けていただくことができるというのは非常に重要なことだと思います。先生、質問が参りました。はい、IQ の低下を防ぐためにエアロビクスなど運動の仕方などの方法を知る方法がありますか。あとはもう一つですね、髄芽腫の分子レベルの4つの分類をしてもらえることはできますでしょうかというご質問です。先ほどお聞きいただきました、IQ の低下のためのエアロビクス運動というんですが、あれはもともと基礎実験がありまして、マウスの実験で、やはり運動をこう無理にマウスは運動させられてるんですけれどね、運動させられた場合に海馬体積が変化するということがこうきちっと捉えられていたんですね。それでまだまだ今ご覧いただきましたように、どれぐらいの運動がどれぐらい必要かということが確定されるまでには時間がかかりますけれども、最近になりまして子どもの脳に限らず
例えば我々のようなもう萎縮が始まったような年代のその脳に関しましても、脳というのはかなりのその何ていうか再生機能といいますか、それを持つということが分かってまいりました。でそうしたその一環の中で、先ほどはかなり科学的な形で捉えられたものですけれども、重要なのはその有酸素運動で、一方のこのウェイトリフトはこうそれなりのその筋力トレーニングはなりますけれども、そちらの方はそのインパクトがないという結果なんですね。ですからそのいきなり明日からそのお子さんをエアロビクス教室に通わせるかどうかは問題ですけれども、ある程度 その有酸素運動になるものですから、軽く走るとか、かなり早足で歩くとか、そういったものを先ほどの時間を見ていただくとそんなに無理な時間じゃないですよね。それだけの時間でそういう効果があるのではないかということが分かっています。でただまだもちろんのこと、その日本の中であるところに通っていただくと海馬の体積が増えるようにプログラムを作ってやってくださるとか、そういうところはないので、これからの課題だと思いますけれども、あとはその分子レベルのこの、分類というのは現在日本でそうした、分子分類をする研究体制が整いまして、すでにそういう検査が可能になっております。で、主なその施設がそういった検査をする体制を、整えて現在ではその分子分類をしているというふうに思います。それで過去に治療を受けられてもう治療が終わっておられるときにわざわざこの分類を知るというのがどうかというのはちょっと問題かというふうに思います。いい結果が出てきたときはよかったよかったであれですけれどもね、もしも今治療がすっかり終わって良い経過をたどっておられるときにまだまだその用語との意味というのは分かりませんから、それを皆さんがその無理に調べて知るのがいいかどうかというのはありますけれども、先ほど聞いていただきましたようにいずれそうした分類をその反映させた治療方法に変わっていこうという今状況にはあります。ありがとうございます。それではですね、少しお時間が早いんですが、今日本当に先生どうもありがとうございました。